フェルディナンド・レセップス・フェルディナン・マリビコント・ド・レセップスは、フランスの外交官、実業家、スウェズ運河を建設したことで知られている。1805年、ベルサイユで、外交官、マティード・レセップスとスペイン人、カトリーヌの間に生まれた。叔父のバーソロミュー・レセップスは、ラペルーズ博の探検公海に参加し、その報告書、レセップスの旅行日記の著者、 ナポレオン三世の皇后ウジェニード・モンティジョのいとこにあたる。1825年からリスボン・チュニスで領事を務めた。1833年にチ中アレキサンドリア副領事としてエジプトに着任する途中、船内でコレラが発生し、上陸が一時停止された。この時海上で隔離された時に暇つぶしに読んだフランス人ギッシュル・ペールがナポレオンに当てたエジプトに関する。 報告書からスエズ運河構築の夢を抱くようになった。1834年から1837年までカイロ領事となった。その際にエジプト総督家から交遇され少年時代のサイードパシャの家庭教師を務めてとても慕われた。1848年から1849年までマドリードで大使として駐在した。1849年に 外交官の職をジスが、1854年、隠居中に妻や息子に立て続けに先立たれた。失意のうちに倒り、エジプト総督、アッパースパシャが暗殺された。カイロ領事時代に、家庭教師をした教え子のサイードパシャが1854年に、即位すると訪問して歓迎された。この時に、スエズ運河の開発を提案して、同意を取り付けた。ただし、 エジプトの創始国であるオスマン帝国スルタンの承認なき場合は無効というものであった。オスマン帝国は運河がトルコとエジプトの国境になるのを恐れ反対した。同年11月30日に改作権を与えられたがもともと運河に反対で実国の通称への脅威とみなしているイギリスもオスマン帝国スルタンに圧力をかけたびたび妨害した。レセップスは 親族であるナポレオン3世やイギリスのパーマストン首相をも説得、イギリス内で何度も講演を行ったが、工事の着工は延滞した。しかしレセプスは諦めず、1854年、国際スウェズ運河株式会社を設立し、その株式を売却することで国際世論に訴えた。翌年、オスマン帝国するん未承認のまま試験屈作という名目で着工した。 1863年1月にサイードが急死、後継にイスマー・イール・パシャがついた。イギリスはさらにオスマン帝国スルタンとイスマー・イールに圧力をかけたが、フランス皇帝、ナポレオン三世が仲裁に入り、難航事と薬病の蔓延を克服して1869年に完成させ、開通式には7000名の各国の王族や名士が参列した。その後、 スエズ運河会社は、莫大な利益を上げ、さながら一つの国家の様相を呈した。晩年は、パナマ運河開発に取り組み、1881年、パナマ運河会社社長に就任。しかし、大熱病が猛威を振るうパナマでの工事は、困難を極め、加えて、経営の乱脈のため施標が悪化し、資金募集に行き詰まった。新法律の制定で認められた富く付き債建を、 発行して募集に努めたが、会社が1889年に破産。史上有名なパナマ疑国事件が起こる。彼は敗人と詐欺の門で禁錮5年を宣告され、上告の結果、1893年最高法廷で無罪判決を勝ち取った。しかし、この事件に巻き込まれ、名声を失ったのと、彼自身の精神の病とが原因となり、1894年に、 失意のまま死去した。ありがとうございます。